今夜もよろしくお願いします。一つよしなに、4月ということでね、新しい年度ということでね、ごさん、頑張っていきたいなと思いますけども、本当にギリギリでした、改変期。そう？ギリギリで乗り越えて4月をもう、ほぼもう 80% 終わるっていう流れだったんですけども、それをなんとか、チームつけ焼き場の土下座で乗り切って、あと半年見てあげてください、あと半年2人のトークの技術の向上を見てあげてくださいという判断で、ギリギリ乗り越えました。私はもうそういう雰囲気感じなかったですけどね。いや、お前だからバカだからね。このままの仕事の量が続くと思ってっから、ゴルフやったりネットゲームできたりするわけだろ。あと黒ウーロン茶飲んで痩せれたりするわけじゃん。だってその LINE に乗ってるんじゃないの我々は。もうギリギリ、もうそのなんだろう、鮮度がないっていう会議になってますから、あの編成で。最初の頃は、このオールナイト自体がこう、始まるってことでね、なんかこう、いいんですか俺たちにオールナイト日本なんてとか、笑っていいと思ってたらタモリさんがとかいう、その俺たちが新鮮だったんです、ただもう本当にもう、なんつうんですかね、もうなーなーで仕事してるし毎日毎日。いや、そんなこともないでしょ。そんな厳しすぎない？いや、お前はそうだよ、本当に。なーなーで。もうギリギリまでニュース見て楽屋でギリギリまでワイドショー見て時間ですかなんつって、それで8個ぐらい滑っていい時間です。で帰ってきてゴルフの打ちっぱなし行って車買おうかなーって痩せなきゃつって痩せたりして、でそれでピンのネタでね、ジャッジポイントでも滑ってるわけですよ。ショックだね。がっちり評価を得なくてもいいっていう打席でちゃんと面白いって言われようとして滑ってるわけだから。まあまあね、このままだとオードリー危ないっていう、俺はねちょっと危機感があって、もうカラータイマーがガンガン鳴ってる。聞きましたか、ハイハイさんのオールナイトニッポンゼロの鮮度。まあ聞きました。ガンちゃんが余裕こいてるふりして、上田さんにマジで怒られるっていう、そういう鮮度なのよ。怒られてたね、お前何なのって言われてたね。やっぱ俺上田さんボケで、俺はまあ漫才的にはツッコミだけど、上田さんとこの間ロケバス一緒で、すげえ鼻につくんで、オールナイト明けで朝からロケだったのよ、そうだね、大変っすねとか言うから、ガンがさっつって、なんか5年やってますみたいな感じでわざと緊張してるくせに出すんだよねっつって、分かりますよ春日もあるからっつってっていう話になって、まあそんなこんながあるんですけど、じゃあまただからその気分を新たにってことですな。そうだよ、お前も本当に。もうじゃあもう二度とその付き上げ目に土下座をさせないように。お前なんか、ね、もう本当になんか俺一回ちょっとね、このオールナイトにね、ザキヤマさん呼べないのかなって思ってんだけど。そう、なんで？難しいんですかね、交渉次第ですから。ちょっとね、春日さんってちょっとザキヤマさん恐れてる部分あるじゃない。まあ、もうそれ、まあそうだな、いじられるからね。そう、でね、ちょっとね、この間ちょっと気づいたんですけど、なんか痩せようとしてて、で、なんか出てきた時さ、日焼けしててさ、アイドルとかがいたらさ、春日さん気持ち悪いみたいなさ、顔がアップになったらさ、うわーっていうキャラクターでやってたじゃない、だけどなんか最近すごい気使ってんじゃん、なんか自分のその体型とかに。まあケアね。で、日焼けサロンも行ってないし、お前はもう本当に一から日焼けサロン行って、もう七三ももう多分ちょっとあれかもね、もうちょっともう挑発にしてます。それで七三にして、でもう一回気持ち悪いって言われるところから始めないと、どうせさ、なんかお前なんかさ、ワードセンスもさ、本当先天的に間も悪いんだから、もう体張って裸になって気持ち悪いって言われるしかねえのに、何さ、黒ウーロン茶とさ、カロリーメイトダイエットみたいなのやってんの。で、ゴルフ行って車買おうかって言ってんだから、もうオードリーは本当に9月までだね。俺の本当冷静な客観的な判断によると。半年持たない。半年持たないね、俺。やばいね。やばいよ、本当にやばいよ。それやばいね。
うん。で、滑りキャラだかなんだか知んねえけど、まぐらかいちゃって、うん、で、その滑ることによって、俺のね、例のそのフォローがあるじゃない。いや、俺恥ずかしいよ、お前とコンビはとか、うん、あと、もう仕事減るぞとか、うん、もうあれもね、ちょっとこすられてきてる、まだもう。そのパターンがもうウケなくなったとき、うん、これはことです。なるほどね、俺、それをね、こう冷静に俺はテレビ見てて、この間、自分たちが出てるテレビ見て、ああ、うん、9月までだなと思って。なるほどね。それはまずいよ。ギリギリでした、貨幣金も。なるほど。うん。そういうのが、もうちょっと出てきてると。もう出てきてる。うん。うん。そうか。もう浜関節、すごい高かったらしいですからね、この枠も。この枠？うん。急に浜関なの？浜関。あ、そう。浜関かもヌーボーロマンかっていう感じだったらしいから。ヌーボーロマンありえないでしょ。うん。全然知らないでしょ、だって。名古屋のその我々のサタメンって番組出てた芸人ですよ、名古屋で。名古屋で、路上ライブやってる芸人なんですけど。大抜擢もいいと思う。で、だって本当に一般の人から、うん、その日本放送もオーディションして探して、うん、で、もう里光が、うん、一般の人のね、オールナイトニッポンゼロの、うん、作家で入ってるっちゃうから。そうよ。昨日ね。うん。昨日電話したの、足りない二人のネタ出しするんで。うん、あ、さつみつ今からとかっていけるっつったら、うん、あ、ごめん。今日ゼロなんだよねっつって。ゼロなんだよねって何っつったら。うん、あ、俺たち日本ゼロっつって。うん、何略してんだよ、こいつ。もう。三つ星の中でもガッチリ入ってるから、ね。ゼロってなってるから、うん。もうゼロにしちゃおう。ゼロに略そうっていう。もう最初、その、うん、体力がかと思ったから。なので、ゲージが、体力ゲージが、うん、ゼロなんだよねって言うから、体力がゼロなのかな。心配になるよね。そしたら、オールナイト日本ゼロのことで。なるほど。うん。おー、なんかやってるみたいですよ。で、今日朝から会って、うん、どうだった昨日って言ったら、うん、いやー、うん、なんかすごい楽しかった、幸せだったみたいなことを言ってさ、うん、コーラ飲んでたけど。あ、一番いい時だ、うん。私も電話で出たんですもん、だって。あ、そう。ええ、オールナイト日本ゼロ。ゼロ。そうよ。で？で、なんかアドバイスするみたいなの言って、うん、で、いろいろ言ってさ、うん、最後お祝いコメントみたいなのして、うん、おめでとうすみたいなったら土地で切られるっていうね。バーヒデと同じ扱い受けるさ。だからその本当に全部三つ星ですよ、三つ星。いや実際だから本当おめでとうすとかでいいのかなって思ってるよね。うん、どういうこと？おめでとうすで切られちゃうって言うんで本当に今いいのかなって思ってる。それは別にいいじゃん。あ、そう。そこは。ちょっと俺はお前に対して、うん、本当に疑問が大きい。あ、そう。大きなクエスチョンが。9月までです。このままですと。いや、なんかね、やっぱね、なんかこう、思うわけよ。なんかその、うん、日焼けしてき真っ黒で出てきて、つって、うん、で、本当に、春日が、その、スーツ着てネタやってましたけど、ジャッジポイントで。うん、それでなんか、お前はその体験すごい気ぃつけてて、うん、で、正直、ブサイクって言うんじゃないから、もうお前は。おう。うん。ちょっともう、イケメン芸人だ。いや、そんなことはないだろ。イケメン芸人だよ。で、俺、この間、跳ね飛び出たじゃない。うん、で、何キッチンだっけ、ブサイクキッチン。ブサイクキッチン、ブサイクキッチンで、うん、春日さんがコックス の格好してて、うん、俺はちょっと離れたとこから見てたんだけど、自分のこと本当にブサイクと思ってねえなっていうのがちょっと漏れちゃってんだよね、うん、画面から。あ、そう、うん、でその時俺思ったね、あ、こいつ超ダセえな、うん。ああ思われてた。で、なんか、それで、うん、本当にお前がああいうジャージポイントでスーツ着たり、うん、あとコックの格好して、うん、なんかかっこいいって言って、うん、言ってんのって、本当、お前とお前のファンだけだからね。いや、うん、いやかっこいいな、全然ボール、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 ボールなんですよ。球8個分離れてるわけじゃないですよ。大ボールだ、大ボール、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 ボール。すっぽ抜け、すっぽ抜け。うん。おう。で、本当に、だから、それで、俺は、うん、まあ、正直、うん、まあ、D ちゃんに、うん、まあ、楽屋、ちょっといい春日と二人で話したいからって出てもらって、正直楽屋で二人っきり喋りました、うん。お前、調子こいてんのかっつって。
うん、中京テレビでね、もうかまされました。新番組のね、さあ今からスタジオ行きましょうって10分前ぐらいに。うん。うん、そうですよ。うん。うん、で、なんか、その、なんだろう。いや、ほんと春日君は頑張ってるみたいなことを、うん、まあ思ってる部分もあるんですけど、これは1年ぐらい前に、やっぱ気持ち悪いっていう春日じゃないとやっぱダメなんじゃないかって話で、うん、いや、太んのは嫌なんですよ。太んのはって。それはもうその、健康もあるから、うん、だったらやっぱマッチョになっ て、じゃあマッチョになりますってから、もうずーっとこの体型キープ。逆にね、キープしちゃってるから。で、ネットゲーム5時間。うん、で、ゴルフのラウンド回ってると。うん、まあ、聞いたところによると、そのラウンド回る実力じゃまだないそれはどうでもいいんだよ。うん、そこはいいんだよ、うん。うん。で、車を買おうとしてる。もう先行っちゃいます。もうプリウス買おうとしてる。エコカーをね、いい車ですよ。プリウスかね、悪を、うん。で、私も、若林減税やってますから。見た今日見たの。ほんと、トヨタで買ってほしいと思ってる。見た、今日 CM。あ、そう。やってた。うん。どう思ったんだ若林減税って言ってたよ、なんか字が。バカにしたのか。バカにはしたよ、素敵な CM。ちょっとみんな二人で話させてくれ。出てる。で、俺もちょっとトヨタの車ちょっと欲しいと思ってるのあって、はい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 、で、春日さんもちょっとトヨタの車って、うん、ここはいいんですけど、うん、気にはなってるよね。で、ちょっとセレブの感じ出してきてるから、うん、っていうところでちょっと一回話さなきゃなと思って、まあ中京テレビで大ちゃんに出てもらって、うん、だからまあちょっと太んの嫌だと、まあコカ・コーラゼロか黒ウロン茶いつも飲んでますから、うん、だからまあマッチョになるっていうことで、うん、それ筋肉で笑い取るわけ。まあ、筋肉でまあ画題がいいなっていうねところで、で、うん、ちょっとそのいや嫌なの気持ち悪いって言われるの。嫌ではないよ。あ、そう。うん、気持ち悪いっていうのはね。あ、そう。うんうん、でその辺ちょっとだからその出始めの頃をね、うん、のちょっとイメージがちょっとね、うん、薄れてきてるっていうのはあるよ、自分の中でね。出始めの時の感じ、うんうん、あの感じ。何そのあの感じ。キャーキャー豚男みたいな感じね。うんうん。それがちょっとね、薄れてきてるってあるよね。いや、だから、なんでそんな、だから。なんだか。その、どういうことなの、そんだから。うん、どういうふうになってるの。本当に、うん、本当に、うん、本当センスないんだから。体張って脱がなきゃダメだよ。まず脱がなきゃ。うん、確かにね、うん、そこだな。2人ともに言えることだよ、うん、まず脱がなきゃ。脱いでいかないと。もう脱ぐの面白くねえんだから、だって脱いで、もう本当に汗かかなきゃ。そうだ、脱いでわーって気持ち悪いって言われなきゃダメなんだよ、うん、何をお前そのカロリーメイトを朝からポリ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 食べて黒ウーロン茶でなんでお前カロリーメイトばっか食べてんのってさ、いや結局食っちゃうじゃないですか夜うん、だから太っちゃうんすよとか言って、何体型気にしてんのこいつとかって言って、よくないね。いや、よくないよ。うん。うん、よくないです。防いできてる、その辺が。あ、そうなの。うん。で、なんか太るの、マッチョになるの、それとも日焼けすんの。マッチョになる。で、なんでその太る、太んなくていいんだけど、全然。うんうんうん。マッチョになるのね。マッチョになる。マッチョ宣言。いや、これもう約束しましょうよ、つけ焼き場にも。うん、ボディービル大会出るそこまで行く。でそれもブログ、あの天の場パトロールにブログで載せますよ、そのボディービルダーへの道っていうストレートなタイトルで。お前もうボディービル大会出ろそれで。おお、じゃあちょっと調べて、うん、そうだね、うん、ちょっと出よう、そしたら、うん、それまでに逆算してスケジュール。そうだよ本当に、うん、うん、ちょっと鍛え、ちょっと激しめに鍛えてもらおう。いや、そうだよ、本当に、うん。なんかね、あのね、ちょっと、この4月に、ちょっと一回話しておきたくてね、うんうん。もう思ってたもん、本当、今日、麹町から日本放送移動するで、うん、今日、オンエアでこの話しようと思って。なるほどね。もう今、もうプラン通り、14分。尺もぴったり。ぴったり。で、この空気感ももう、イメージした通り。なかなかないよ、シミュレーション通りに行くってことは。なかなかない。いいのね。よし、そうしよう。うん。うん。そうだね。これはだから、そうだね。逆に、この話をしといてよかった。いや、そうでしょ。うん。だって俺も本当に、コンビの仕事で、あ、春日だって思っちゃってんだから。だって
今週1週間とかはね。確かにね。うん。大丈夫ね。それよくない。うん。うん。それやっていこう。そうね。それはまあ、土下座することになるわ。ん？すき焼き場がね。あ、そうです。土下座することになっちゃうわ。ギリギリなんだから、ほんとに。うん。もうちょっと2人の成長を見てあげてくれって。なるほど。じゃあ、秋はもう余裕で超えられるでしょ。いや、だから余裕で超えたって時はないからね、うん、俺らのラジオで。え、一回も？うん。いやいや、そんな、みんなやめさそうっつって毎回変えるギリギリで超えてきてるからよくじゃあなんか映画とかやらせてくれたなうん、あそう、うん、いろいろよくやらせてくれるラジオパースやらせてくれたね、そうなってくるとそうそうそう、だから一人だけいいんだよね、賛成派が。うん、そうそう、ほう、だからもう、だからほんとよっぽど映画もやめさそうっていうの、うん、声が強かったところをもうみんな土下座してやらせてくれた、やらせてくれた、あ、付き合い場がやりたかったんだ、そう、もう映画をね、そうだよ、なるほどね、うん、じゃあそっか、じゃあみんなで夢見てこう、そしたら、ね、もうよっぽどもう春日体操ももうやめさせろ、うん、やらせてくれってなんとか春日体操やったんだから、うん、なるほどね、じゃあ当たり前だと思っちゃいけないね、そうなってくると、うん、うん、もう本当にね、うん、地に落ちたつもりで4月9月やってい、やでも落ちるとこまで落ちたっていう気持ちになってやってる、うん、それは大事だな、うん、確かに、うん、そのだから最初のそれこそ 1回目の放送をちょっと忘れてるところあるな、ある、だからもう本当にお前の貯金全部下ろして、うん、もう本当もう家買います、うん、でも0円になってもうそっからやって、そしたらお前もうダイエットしてる場合じゃないだろ、うん、場合じゃないよ、うん、そんなことは、うん、そうだね、うん、うん、そんなそうだな、そうそう、余裕がちょっとあるのかもしれないな、そうです、変にね、うん、うん、帰ってきた天沼パトロール、かつてですね、オードリーが作っていたホームページの天沼パトロールを再開して日本放送のアクセスランキングで1位を取ろう、 AKB に勝とうという企画でございますが、うん、まあ、春日が管理人やってますけども、今どのような状態ですか。とりあえずですね、その春日の一問一答メールというのが、うん、まあまあ毎週やってますか。そうですね、はい、宗岡 D からですね、うんうんうん、メール来まして、それに返すという形で、うんうん、まあ、やってるんですけども、うんうん、まあ少しアップしたらしいんですよ、うんうん、それによって、うんうん、まあだけどもまだまだやっぱりその1位まで届かないということで、そのどうしたもんかいなと思ってまして、でボディービルダーへの道があるでしょ、うん、まあ始まりますよねそれもありますよ、だから5月に大会あるって、5月、うん、出ろよ、5月は間に合わねえんじゃねえか出ろ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 、1ヶ月だろ、え、出ろよ、あー、うん、ちょっといろいろ調べてね、うん、持ってきたいね、そこまでね、うん、うん、うん、1ヶ月鶏肉とかすごい食べてね、うん、まあだからまあそれもあるじゃないですか、うん、急遽決まりましたけども、うん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 、とかね、あとまあそのクリス松村情報とか、うん、まあ、乗っけてみるとかね、うん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 、そしたらほらその松村本人が、うん、こう見たりするんじゃねえかっていうね、うん、何回もこのホームページを、そう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 、うん、松村票っていうのもね、いやー怖いよ、でも、うん、これはまあでもとにかくそのやっぱりアクセスランキングも、うん、上げたいですから、うん、で見事1位取ったらもう自宅でオールナイトニッポンができる特製 CD というのをね、うん、もうプレゼントすることは決まってるわけですよ、うん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 、なんでもうちょっと本当にもういい加減、うん、もう1位取って、うん、終わろう、だから、そのなんか1位になれる兆しがあるかどうかだよね、そうなのよ、うん、結構いろいろやったからね、今何位ぐらいですか、2位はずっとキープ、ほら、あ、でも2位はキープまで来てるんだよ、2位か、だって前4位とかだもんね、うん、始まった時はなんかやるしかないね、あ、なんで、まあ、とりあえず今のところはそのね、うん、ボディービルダーのあれとクリス松村情報来週もう登録してやっていいの、ボディービル大会に登録もうすでにやばいだろって、登録しちゃうのは何言ってんだよ、やるけども、うん、それは、うん、
ちょっといろいろ調べてさ、うん、トレーナーの人とも相談して、うん、それちょっと本気で考えていきますから。あ、そうなんだ。だからそういう情報なんかもね、数字載せつつ、うん、まあ、とにかく、でももうさ、うん、あの、エントリーしちゃおうよ。あの、5月に。もうあんまり筋肉ねえの。いや、それはさ、じゃあさ、来てよ。わかりました。行かない、行かないよ。来てよ。お前何なんで来てよって。つけ焼けばもう来てくれよ。行くわけねえだろ。なんでだよ。いや、お前が。なんでだよ、見に来いよ。じゃあお前が、うん、本当に、要するに2008の春日を取り戻したいんだろ。あの、気持ち悪いって言われる。はい。だからもう漫才とかも、うん、もう本当に、上半身裸だから。だから2008もそんなんじゃなかった。だからね。だから。逆にどうせピンクのベスト着ていくんだろうってなっちゃってる。で、裸で出てくるんですよ、こうって。なるほど。全然ウケないよ、多分。うん、もう、ああ、迷ってたなって、逆に思われるよ、うん。そこももう慣れてきた、やってきたから、二人で。そうだな。もう裸なんだよ。うん。そんなのは、そうか、最初だけだ。うん。な、ちょっとわーってなるのは。うん。わかった、そこもね。頼むよ。わかった。うん。うん、もう出よ。よ、エントリーしとけ。うん。エントリーしとけよ。うん。おー、いいよ、出るよ。だからもうやめてよ。何？竹下通りみたいなやつ。あの、本当に、プライドで本当に達成しようとするやつ。うん、やめてよ。それはね、聞いてんだから、D ちゃんから。あの、竹下通りの出口で、うん、ちょっとうろちょろして人数稼いでた、うん、おい、D ちゃん。それは言わない約束だろ。なんで男と男の秘密を破るんだよ、君は。言った、それ言っちゃおしまいだろう。うん、分かったよ、それなってんだから、つけ焼き場でも全体で、うん、なんで達成しちゃおうかね、あの流れでって。分かったよ。お前はもう本当にボディビル大会で優勝するしかないんだよ。優勝は無理だって。もう地に落ちた信頼を取り戻すには優勝は無理。まあいいだろうよ。うん、うん、それでだから、まあ、盛り上がるんだったらね、天沼パトロールも。盛り上がるよね。うん。もう前、K1 出たみたいな勢いで、もうボディーベースで、お前もう、再起を図ってんだから、今。なるほどね。うん、かけっぷちだ、もう。そうだよ。おう、分かったよ、うん、じゃあ、そしたら。うん。そこはね。そうそうそう。やっていきましょう。うん。うん。もう、俺は俺で、本当に、うん、もう、本当に地に落ちてるから、俺も。うん。ほんとネットラジオやんなきゃダメですよ、この天沼パトロール。ネットラジオもう一から。おう、じゃあ里見さん、もうあの聖堂さんとやってたラジオみたいに、もう5分1本のトークがやっぱり。だね、フリートーカー。てか、まあ里見とそう、うん、三つ覚えてやってたでしょ。頂上走って鍛えてたからと。うんうんうん。いや、里見とネットラジオやってたから、うん、もう俺は今いるんだから、今の俺は。なるほどね。うん。で、現在に戻るという意味で、もうほんと地に落ちてるのが2人の信頼。なるほど。うん。それはやっていかなきゃいけない。ダメだよ。わかった。うん。うん。減ってるぞー、ファンも。ああ、そう。今一度ちょっと周りを見渡さなきゃダメだな。うん。なってくると。頼むぞ。わかった。だからそういうのは、まあ、もろもろあって、あっての。とにかく、うん、もう目指せ日本放送内のアクセス数、うん、ナンバーワンってことでございますから。そうだぞ。ええ、頑張っていこう。もうリスナーに約束しろ、お前。1位取るって。うん。とにかくね、アクセス数ナンバーワン、絶対取るぞ。なんでやっちゃうんだよ、ちゃんと。恥ずかしい。